はい、こんにちは、ちゃちゃちゃです。それでは今回はこちら、カプコンフィギュアビルダーモンスターハンタースタンダードモデルプラスボリューム18開封したいと思います。イエイ。まあ、これなんぞやと言いますと、モンハンの着色済みのフィギュアが入ってます。この18はモンスターハンターライズじゃなくて、モンスターハンターワールドアイスボーンのラスボス級の超強力なモンスターたちが集まっためちゃくちゃ豪華なセットなんですよね。これ結構前に発売して、発売日に買ったもんなんですけど、なぜ今開封するかと言いますと、実はモンスターハンターライズのカプコンフィギュアビルダーの第1弾がこの間予約が開始され、さらにミラボレアスの超特大フィギュアの予約も開始したんですよね。もちろんどっちも予約は済んでるので、それが届く前に開封したいと思います。これね、本当にね、モンスターのラインナップがすごくて、見てくださいよ。リオレイヤ希少種、リオレウス希少種、ムエトジーバ、ラージャン、グレンタギル、バゼルギウス、アルワトリオンがいるんです。やばくないですか。希少種2匹に古竜と超大型モンスターの古竜、そして古竜級モンスターが2匹っていうラインナップなんですよ。これマジでやばいです。じゃあ早速開封します。ダダーン。はい、 1,2,3,4,5,6 ワンボックス6個入りです。全部で6種類あります。ただね、これね、ブラインドパッケージって言って、中に何が入ってるか分かんないんですよね。なんですけど、カプコンさんのこういった商品はワンボックス購入すれば大体コンプリートできるはずなので、今回もちゃんと全種類コンプリートできるか確認したいと思います。じゃあまず一つ目開けます。ダダーン。ん？これはボーナスパーツ。はい、あ、リオレウス希少種。これ説明忘れてたんですけど、ボーナスパーツっていうものが全部入ってまして、クリアパーツなんですよね。このクリアパーツ6種類を全部集めると1体のモンスターになります。なんでワンボックス6個入りではあるんですが、実質7個入りです。あとこの台座もついてまして、この台座にモンスターのね、裏側に突起がついてますので、台座にはめることができちゃいます。ダダーン。リオレウス希少種、いかがでしょうか。めちゃめちゃかっこいい。カプコンさんのね、モンスターフィギュア本当にクオリティが高くて、これ見てくださいよ、この羽のこの黒い部分、この模様がたまんないですよね。そしてここ、このね、背中のトゲトゲも見事に表現されてます。翼のこのトゲもすごいな。今撮影がソニーの α7S3 っていう結構良さげなカメラで撮影してるんですけど、これほぼほぼこのフィギュアビルダーをきちんと皆さんの目に届けたいがために購入しました。いかがですか？伝わってます？この美しさ、これ見えます？この羽の鱗というか、模様もめちゃめちゃ綺麗なんですよね。いやーすごい。尻尾もね、今にもカットできそうですもんね。体験でカットしたい。ということで、リオレウス希少種くんでした。続きまして、2つ目いきます。せーの、はっ、うん、グレンタギルバゼルギウス。え、色すっごい。ボーナスパーツはなんか腕っぽいやつです。バゼルくんはパーツが2つに分かれてますね。羽のこの部分をバゼルくんのこの空いてる穴のとこに差し込みます。別に力もいらないですし、難しい作業はないですね。はい、入りました。いやー綺麗。刺します。よいしょ。あ、これね、台座穴いっぱい開いてるんで、別にどこ刺してもいいんですよね。なんで今は真ん中ぐらいに刺しましたけど、この端っこの方に刺すこともできるし、こっち側の方に刺すこともできます。あと台座同士も連携できるんで、こうやってくっつけることもできちゃいます。縄張り争い。いやー、グレンタギルバゼルギウス、めちゃめちゃ紫。ゲーム中より結構紫かな。こ
こういう配色もフィギュアビルダー独自ですよね。でこれすごいのが、ほらちゃんと頭から顔にかけてのこうグラデーションがきっちり塗り分けされてるとこですよね。これすごい。あとまあね、これえい台座取った後しか見えないこの裏この裏までこんなこだわる必要性あるのこれね。すごくない、こことか、こことかすごくないですか。こんなの台座つけてたら見えないのに、こだわりがすごい。手触りいいわこれゴツゴツしてて手触りめっちゃいいです。これね、羽ね、あれもこれほら着色がめちゃめちゃ綺麗。いやー本当にモンハンの世界から出てきましたみたいな感じですね。テレ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 、本作バズルめちゃめちゃ駆られちゃってますけど、 G 級とかあるんだったらグレンたぎるバズルギウスも来るのかな。3つ目いきます。何が出るかな、せーの、はっ、なんだ、お、きた、アルバトリオン。分かれてますね。クリアパーツはこれ頭ですいいじゃん、いかがでしょうか、アルバトリオン。いやこれ絶対サムネだ。うわーかっこいい。これはあれかな、氷の状態かな。待って待って待って、これ見て見て見て、羽にちゃんと穴が開いてる細かい、細かっ、ここまで再現するんだ。そして御開帳、おお、鱗が細かい。そしてちゃんと爪も4本ありますね。マジですごい以外の言葉が出てこない。じゃーん、ほらアルバトリオンの開幕の格好ですね。いやーこれはほんとほんとこれだけで価値がある。これね、すいません、あのモンハンシリーズ最近始めましたみたいな人からするとちょっと私の感動があんまり伝わらないと思うんですけど、私なんでこんなになんか興奮してるかっていうと、アルバトリオンって結構長い間モンスターハンターっていう作品自体に登場してたんですけど、アルバトリオンっていう名前自体を公式が出すっていうのが今までなかったんですよ。もう固くなに出さなかったんですね、公式が。だからグッズはもちろん、あのアルバトリオンっていう名前を出さないことによって、もう禁断の古流扱いをずっと続けてきたモンスターなんですよね。それがね、あのモンスターハンターワールドアイスボーンになって、もう名前を出し、さらにあのフィギュアにもなりみたいな感じでめちゃめちゃ盛り上がったんです。禁断だったものが公式グッズで 3D 化するっていうのは、昔からやってた老人ハンターからすると心に来るものがあるんですよね。いやー嬉しいな、ベッドの上に飾ろう。4つ目です、せーの、あ、これは、あ、リオレイヤ希少種。ボーナスパーツは腕です。このね、棒がなんだというのはすぐわかります。はい、できました、リオレイヤ希少種。この裏の文様もめちゃめちゃ綺麗。いやすっごい、空中から強襲してくるリオレイヤ希少種そのまんまですね。でね、ここにね穴が開いてるじゃないですか。ここにこのさっきの謎の黒い棒をこんな感じで刺します。これをここに突き刺す。はい、これでリオレイヤ希少種は空に飛んでると、そういうことなんですよね。ちゃんとこうレウスとレイヤを同じボックスに入れてくれるのが嬉しい。それでは5個目いきます。さあ誰が出るかな。あ、ラーじゃん。ボーナスパーツは台座みたいです。じゃーん、怒ってない時のラージャンですね。うわこれすごい、あ、見て見て、お願いマッソ、めっちゃモテたい。肩にメロン乗せてんのかいですねこれ。いやムキムキだけどこじり、すごいナイスバディすぎる。完全に逆三角形ですもんね。どんだけ鍛えたらこうなれんの。やっぱクルルヤックの胸肉かな。お腹はこんな感じ。いや
ほんとね、筋肉の描写がすごすぎる。で、指もほら、完全に捕まったら逃れられないやつ。モンハンのモンスターって指4本じゃないですか。で、龍神族も指4本なんで、龍神族って結構モンスターに近い存在だったりするんですかね。それがね、最近気になってるところ。じゃーん。いやー、すごい。これね、カプコンフィギュアビルダーは結構シリーズ長くて、昔の、本当ね、昔、7年とか8年前のフィギュアビルダーは、大体ね、これだけだと直立できなかったんで、棒がたくさんついてたんですよね。なんですけど、ラージャンはもうこれで安定してますね。進化したなー。では、最後。最終的にね、ソロ用体力は来たけど、一撃で討伐するのはなかなか骨が折れるあのモンスター。いきましょう。せーの、はい。でっかっていうかもうこれ重さでわかるでしょ。ムエトジーバ。でかすぎる。ボーナスパーツは尻尾です。ちょっと他のモンスターに比べて、サイズが大きすぎますね。おーかっこいい。マジでかっこいい。親の顔より見たムエトジーバ。いやー、懐かしいっすね。ほんとずーっと周回してたよ。ハマりました。これカメラで伝わるかな。明らかに大きいんですよね。ムエトジーバは超大型モンスターに該当するモンスターなんで、ジエンモーランとかね、シンガオレンとかそういうのと同じ扱いの古竜です。フィギュアは原寸大とかそういうのでは全然ないんですけど、比較すると翼の大きさ2倍以上ですね。明らかに大きすぎる。すごい。この尻尾わかります？触り心地も最高です。色もすごい綺麗。いや、これは本当このボックスは、まあ、全部のモンスターが豪華ですよね。アルバトリオンもそうだし、まあ、希少種夫妻に古竜級モンスター2頭でもやっぱムエトジーバがいるっていうのはすごいな。何より大きさがすごい。で、この羽のこの部分はなんかね、柔らかくなってます。ムニムニってなってる。でもね、壊れそうにはないかも。いやー、羽の内側も綺麗だし、外側も、すごい綺麗です。いや、マジでおすすめです。これ、ダイザープラスでなんかこれ、支え棒もついてるんだよね、2個。多分大きいから支えてくれってことなんでしょう。でもなんか支え棒なくても普通にいけましたね。問題ないです。ただ多分これ支えるのであれば、このお腹の部分とかの下に入れてこうやって支えてくださいってことなんだと思います。ただ私は使わないでいいかな。これでいいや。で、最後にこれボーナスパーツ組み立てます。まあさっきね、いいじゃん言っちゃったから何のモンスターかは想像ついてる方がほとんどかと思いますけど、じゃーん、できました。ラージャーン。はい、刺します。ででーん。いいね、クリアパーツ、レア感あるよね。ということで今回はカプコンフィギュアビルダーモンスターハンタースタンダードモデルプラスボリューム18ワンボックス開封したら全種類揃いました。イエーイ。これ並べてみても本当に豪華ですよね。このボックスは本当に価値のあるもんだと思います。こちらのカプコンフィギュアビルダーモンスターハンタースタンダードモデルプラスはお近くの店舗、またはカプコン公式通販サイト e カプコン、アマゾン、楽天などでご購入いただくことができます。概要欄に URL 載せておきますので、気になるという方はぜひそちらからご検討ください。その他にもモンハングッズたくさん投稿しております。よかったら今までの動画も見ていただけると嬉しいです。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターのグッズ投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。